ムジャーヒディンはアラビア語でジハードを遂行するものを意味するムジャーヒドの複数形。一般的にはイスラム教の大義にのっとったジハードに参加する戦士たちのことを指す。最近はイスラム教による連携した民兵を指すことが多い。歴史的には個々のムスリムたちがジハードに対する意識を常に持っていたわけではなく、むしろ近代に至って イスラム世界に対する侵略に対抗する民衆の抵抗運動において、ムジャーヒド意識が発揮されてきた。19世紀にインドで起こったタイエージハード、ムジャーヒディーン運動は、その代表的なものである。サラーフディーン・イマーム・シャミール・デュアランドラインで戦う、ムジャーヒディーン選手たちムジャーヒディーンの兵士たち、アフガニスタンで1978年に、 アフガニスタン人民民主党による共産政権が成立すると各地で組織された反政府ゲリラが放棄した。彼らは自分たちの闘争をアフガニスタンのイスラームを防衛するジハードと位置づけ、自らムジャーヒディと名乗った組織にはウルハーヌッティン・ラッパーニーが組織し、アフマドシャー・マスードが軍事的に率いたイスラーム教会やグルブッディン・ヘクマティアルカ率いるヒズビ・イスラーミー、 もう拓殖主義を掲げるアフガニスタンムジャーヒディーン、自由の戦士戦線などがあった。1979年にソ連軍が軍事介入すると、ムジャーヒディーンはこれにも対抗した。彼らはパキスタン軍統合情報局などからの支援を受け、ソ連軍に激しく抵抗した。アフガニスタンのムジャーヒディーンには、アフガニスタンのみならず、イスラム世界の各地から志願兵として、 若者が集まってきたが、その中心人物が、アブドゥッダー・アッザームで、ウサーマ・ビン・ラーディンも、その志願兵の一人だったということが知られている。アメリカも、CIA を通じて、このようなゲディラ組織に、武器や装備を提供していた。アフガニスタンのムジャーヒディーンは、中国からも、武器や訓練で、援助されていた。ソ連軍の撤退以降、ムジャーヒディーン各派はアフガニスタンでの主導権をめぐり、 対立、軍閥化していった。後に、パキスタン軍統合情報局が支援するターリバーンが、対頭すると、ムジャーヒディーンの諸派は連合し北部同盟として、これに対抗した。ありがとうございます。